久保さん、約束できます。こちらはああ、なんか、動画が流れましたね。約束できます。約束。約束できます。その代わり条件があります。約束できますか約束するから約束できますかお金貸すからお金返してくれる約束はしてくれるんですかお金貸します。その代わり、返す約束はしてくれるんですか金利何パーで。って話です。<laughs> じゃあ、久保さんと僕のレベルまで動画をアップロードする。僕と久保さんレベルまでやることを約束してくれますかもしそれを約束してくれるんだったら100%稼げます。100%です。言い切ります。僕と久保さんレベルまで量をこなしてやるんだったら、あのー、100%稼げます。それを約束できますかお金貸すんで、お金返す約束できますかこれに尽きるんじゃないですか、久保さん。 だってあの、僕と久保さんよりもっとやってる人いますからね。例えば、イーロン・マスクとか、孫正義さんとか、なんだろうな、あの稲森和夫さんとか、なんだ、あーまあ、その松下幸之助さんとか、わかんないですけど、そのもう本当に歴史に名を残すようなあ偉大な起業家あ、久保さんと僕の量より、多分ね、1000倍ぐらいやってますよ。1000倍ぐらい考えて1000倍ぐらいやってると思います。人も動かしてるし。 僕たちより大きな責任しってやってるだろうし、はい。責任の、責任の量が半端じゃないです。それ背負ってやってますよ。はい、だから、それぐらいの結果を得てるんじゃないですかって話で、また、あの、交換なんで。<laughs> 何かを差し出さなければ何かを手に入れられないですよね。コンビニでね。いや、お金差し出さないのに、いや、その、なんだ、あの、豚まんくれ、みたいなね。わかります 金差し出さないのに豚まんくれみたいなね。肉まんくれみたいな。通ります。通らないですね。犯罪ですね。言ってらっしゃい。